はい、真夜中の人形使い続き取っていくよ。ジンタンだよ。前回はなんか逃げるとこで終わったんだっけ。なんか下の方に確か村人がいた気がするよ。いるね。これ見つかったら死ぬのかな。あ、どうなった。どう、失敗しました。あ、死にはしないんだ。死にはしないんだ。なるほどなるほど。死にはしなかった。だからとりあえず見られないように、見られないようにすることを。これ見えてるよね、これ。だってたん、え、あ、え、え、ど、え、その範囲までしか見えてないってこと。わかんない、わかんないぞ。え、田んぼまでの範囲が見えてるってこと。音でか、音でなのか、音でか。 だってここ見えてないもんね。普通見えるよね。柵とかないもんね。目が悪いのかな、若干。見えてないもんね、これ。まっすぐしか見えてないのかな。ポケモンの世界じゃん、そんな。あ、え、何、いんのかよ。いるならいるって言えよ。え、え、え、ずるくないそれ。え、だって見えなかったよ。え、今のずるくないですか。え、下にいるの見えないよ。あいつがどこ向いてるかなんか、あ、田んぼの中ってこと。あたー、違う違う違うよ。なんかね、みんなわかるかな、これ。田んぼにね、あの草が生えてないとこがある。あそこは踏んでも音が鳴らないってこと。そういうこと。すげえな。結構近づくんだな、じゃあ。そういうこと、そういうこと。こんなことこ入る必要あったりするかな。あ、入れんじゃん。井戸の中に入りますか。え、ここでいいのかな。え、マヨちゃんどこに向かってるんだろう。あ、あ、いいのか、いいのか。なんか正解だった。でもあの宝箱みたいな気になる。待って、あ、びっくりした。怖い怖い。で、で、で、あ、ちょ、な、え、うわ、それするくらい。待って待って、範囲広いな。画面外からでもバシバシ来るな。マジかよ。バシバシ来るやん、自分。そしてそれは気づけよ。今の距離感は気づこうぜ。ザルすぎんよ、警備。この距離で気づかない人、ちょっと病院行った方がいいと思うんだ、この距離で気づかない。ちょっと病院行った方がいいと思うんだ、この距離で気づかなかったら。押してるもん、押してるもんね、背中。確実。背中押してるのにもう気づかないっていう。どんだけ存在感がないんだっていう。これ何？あ、地下、地下。あ、なんで、なんで、なんでだよ。聞いてないよ、そんなの。ずるい。ずるいよ。押しても気づかないくせに。こっち向くなんてずるいよ。ずるいだろ、今の。気づけよ。視野が狭すぎるよ、みんな。なるほどね。あそこは振り向くパターンと。ここはひたすら気づかないけど、あっちはちょっと敏感なんですね。若干。若干敏感と。なるほどね。この距離、ダメだな。ちょっと笑ってしまうな。この距離で気づかないか。この距離で。地元の青年団何やってるんだよ。何を警備してるんだよ。このザルさで。おかしいだろ、絶対。ほら、振り向くんだろ。知ってるぞ、知ってるぞ。ほら、早く下を向け、下を。よし。ほらほら。でも結構あれだね。このゲーム全体的に難易度は低いから、アクション苦手な方でもね、エンディングまでたどり着けると思います。優しい。やっぱりね、一度始めたらエンディングまで見たいよね。あ、絶対こっち向くぞ。絶対向くぞ。ほらな。ちょ、待って。でもほら、絶対これさ、これ気づかないのおかし、待って。あ、び、危な、危な、危な、ちょ、待って。今の危ないだろ。びっくりした。びっくりした。左に避けたら死んでたぜ。あ、ちょ、なんでバレバレなんだよ、俺。なんでだよ。わかんないよ。こいつ敏感なの？あいつ敏感なのかよ。なんだよ。え、バレバレなの？あっち行っちゃダメってこと？なんか敏感なやつがいた。なんだよ。なんだよ。じゃあ、左に避ければいいんだな。なるほど。右に避けたら死んでたと。キルは、ハンターハンターですけど。何か？何か？レーザー戦だよ、レーザー戦。わかるでしょ、もう。くっそ。話しかけることはできないらしい。ちくしょう、この待ってる間がちょっと苦痛だぜ。ほら、早く行きなさい。誰もいないから。誰もいないから、ほら。誰もいないから、ほら。ほら、やばい。あ、違う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 、ごめん、ごめん、ごめん。ちょ、なめぷやめよ。なめぷやめよ。うん。じゃ、そろそろ本気だぞ。なめぷはやめよ。ちょ、ギリギリまで引きつけてから避けようっていう、なんか、そういうなんか、あれがありました。何回やんだよ、ここ。
何回やんだよ、ここ。ここ早送りだわ、もう。早送りだわ、これ。くっそー。でもこのさ、待ってる時間って結構あれだよね。余計なことしちゃうよね。これあるあるだと思うんだ、これ。絶対に。こういうなんだろうな。待ち時間が長いとき、やっちゃうよね、つい。ナメプというか、な、こんぐらい余裕だろ、みたいな。くっそー。もうナメプしない、もうナメプしないから。早く早く。これは女性の方かな、この子は。ポニーテールみたいな髪型してる。この子は女性なのかな、青年団だけど。え、地元の青年団ってさ、女性もいたりするのかな。青年って、成人っていうか、男性のことだよね。青年団。絶対これポニーテールだよね。ポニーテールの男性なのか。ハム。え、これどうすればいいの、危なくね、これ。こっちじゃないの、こっちじゃないの、ポニーテールの男性かな。マジかよ。マジかよ。マジかよ。ここさ、一回ちょっとするんって、でも無理で、絶対無理、絶対無理だな。絶対無理だな。セルフに青年団、かっこ女子。ああ青年団、かっこ女子って出てた。みんな鋭いな。全然見てなかったや。ナメプリ夢中で。なるほど。青年期とかいう。じゃあ、あれですね。女の子も、一時期、男性になる時期があるってことですね。青年期があるということは。なるほどね。なるほどね。新発見ですね。女の子も青年になると。ちょっと違う。なるほど。人間の体は不思議だな。なんだろう、言葉のあやみたいなものかな、青年団。くそ。じゃあどこ行けばいいんだろう、上なのか。絶対右向けよ、左を向くなよ、泣いちゃうからな。危ない。でなるほどなるほどなるほどね。ちゃんと道順があったね。もうここだけで5分も使ってると。あ、5分じゃない、7分だった。やばい、これはもう早回しだな。チップとデール安定ですわ。で、あ、くそ、と、あ、ちゃ、あ、いけるじゃないか。余裕じゃないか。なんだなんだ。お、余裕だった。ここに7分も使った人は他にいるんだろうか。うん、目が死んでる。まだまよちゃんはお父さんが生きてるって知らないんだもんね。あの屋敷に戻らなきゃ。お父さん、マスパ、待っててね。今、迎えに行くから。お父さん、来てるよ。迎えに来てるよ、お父さん。お父さん来ないかな。あ、お父さん、屋敷の中にいるんじゃないのか、家の中に。じゃなかったっけ。ほら、すれ違いだよ。すれ違いだよ。それじゃ行くとするか。親父覚悟はいいな。あ、あいつらの手の内はもう分かっている。たとえ、相手が超能力者でも必ず前を取り戻してみせるさ。どうかしたかい。いや、数時間前の親父とは大違いだなと思って。あの頼りなかった親父がここまで成長するとは、なんだか感慨深いものがあるな。親みたいな。何言ってるんだよ、マスパ。早く行くぞ。おう、ってちょっと待った。何？親父隠れろ、誰か来る。またすれ違いだよ。ほや？ほやほや？あ！あの二人は未練と旬じゃないか。サイコキネシスの能力の持ち主と、消える能力。消える能力って、なんて言うんだっけ、英語で。今のは未練と旬。あの二人、こんなところで何を？インビジブルかな？マヨが一緒じゃなかったら、まさか！もしかしたら、マヨのやつ、あの二人から逃げ出したんじゃね？鋭いマスパー。はっ！だとしたら、これはチャンスだ。二人の後を追おう。よかった、気づいて。これ気づかなかったら、ものすごい時間かかってたよね。さすがマスパー、頼りになるわ。お？そんな戻れなくなってる。別の道を探さなきゃ。行ける？あー、近い。近いよ。あ、人形使いちゃん見っけ。あ、逃げてダッシュ。お父さんは近いな。みんな近いぞ、距離が。あいつらどこへ行った。左だよ。こっちだ、マスパー。さすがお父さん、マヨセンサーがビンビン反応してるぜ。マヨ線が違う。あ、セーブする感じ。やってやんよ。迷っちゃうんだよね、やっぱり。行きます。逃げます。あ、俺が、待て。待て待て待て
待て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 、愉快愉快だけど、動きが愉快だけど、イエー、こっちは怖い怖い、待て待て、あ、これ、絶対無理じゃん、こんな、絶対死ぬ、絶対死ぬ、これ絶対死ぬ、だって、あ、危ない危ない、わかんねえよこんなの、二択じゃん、二択じゃん、真ん中、真ん中だよね、あ、合ってた合ってた、やった、危ない危ない、やって、よしよしよし、よしなんか看板倒れそうな気がする、あ、じゃあ怖い、やめて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 、上だ上、上じゃない、これずるいよ。でけえ、でけえな。あれ、こんなんだっけ、ゲームオーバーの文字。あれ、スペシャル版？なぜ？くそ。不可解なことばかりだぜ。もう、あ、看板にルート書いてある。ほんとだ。ほんと、みんな目がいいな。あれ？違うじゃん。え？え？あれ？あれ、看板通り行ったら死んだ。え？え、看板下が丸みたいな書いてなかった？看板に下が丸みたいな、ダメってこと？あ、バツって書いてあるのか、目が悪い目が悪い、単純に目が悪い、ごめん、あ、丸じゃないんだ、あれバツなんだ、バツって書いてあったわ、単純に目が悪い、なるほどね、なるほどね、親切だな、やっぱり。モビアックの、モビアック、わかんないよ、おい、あ、下だな、下だな、よし、よし、さっきここで死んだんだっけ、ふ、一度ね、犯したミスは二度とは、え、だってさっき、さっき下が、下が正解だって書いてあったのに、ずるい、バツが移動した、なに、みんなと俺が見てるものって違うの、あれ、あれ俺が見てる世界とみんなが見てる世界って違うの？ちょ、怖いんだけど。違うの？見えてるものが違うの？看板よ。バツが動いた？そんなの僕知らない。知らないよ、そんなの。看板って動くものなの？俺の知ってる看板と違う。ほんとだ。ほんとだ。あれが一番怖いわ、このゲームで。マジかよ。あれ誰がやったんだよ。あれもなんかの能力なの？あれが一番怖いわ。うわー、下だ下だ、近い近い、どっちでもいいんかい、どっちでも、どっちでもいいんかい、もういいよ、もう疲れたわ、ツッコミ、カラスメ、上だ上だ上だな、上だな、違ってたら俺はもう、もう違ってた、くそー、カラスのせいだわ、カラスメ、くそ、覚えてるかな俺ちゃんと、あ、でもちゃんと見ればね、看板見ればね、もう把握よ、うん、もう全部やったから、もうあれじゃない、全ルート試したんじゃないか、俺全ルート試したんじゃないか二択をここまで外すとはやばいな、あった、びっくりした、倒れてくんなよ、二択三択をことごとく外していくな、逆にすごいぞ、逆にもうカラスで終わりでしょ、カラスで、これはさ、よく考えたなって思う、すごいな作者さん、まさか罰が移動するとは誰も思わないでしょう、奇想天外だぜ、もうね、これじゃあどっちでもいい、どっちでもいい、こっちは騙されんぞ俺は、ここはどっちでもいいと、で次は下ね、これでもカラスさ、直前まで、あ、でもちゃんと見てればいけるのか、ちゃんと見てればいけたか、あんま見てなかったかもしれない、もうないよね、ふう、危ない、橋落とせ、橋を、ダメなのか、あ、待ってみれん、お、何、さっきから気になってたんだけど、僕ら誰かに気をつけ、気をじゃない、後をつけられてる、どうせ村人たちでしょ、ほんとしつこいわね、どうする、放っておいたら厄介だよ、じゃあ追ってくれないようにすればいいわ、できんのこれでいいわ、なんだろう、折りたたみ式の箸なのこれ、それともナイフか何かで切ったのかな、パタンってなったんだけど、さあ行きましょう、糸も簡単にパタンってなったんだけど、簡単だな、あの強度だったらさ、歩いたらパタンってなるんじゃないの大丈夫なのか、強度心配なんだけど、おやじ早くしろ、パタンって飛び越えれるでしょう、はあ、はあ、死ぬこんなに走ったの久しぶりだ、せやろな、あれそこ道が途切れてないか、途切れてるね、どうやら橋が落ちてしまったみたいだな、もう仕方ないな、お父さん橋になろう、でマスパがその上を渡ろう、ベタだがそれしかないと思う、そんな、それじゃどうやって向こう側に行けばいいんだ、走んだろ、おーい、お、あ、青年団、やったぜ、橋になるぞ、あなたたちは、我々はイカルギ村の者です
村に不法侵入した男女と高校生ぐらいの女の子を追ってるのですか。はっ、あなたたちはマヨを探してるんですか。マヨ、それじゃあなたは。私はあの子の父親です。誘拐された娘を取り戻しに来たんです。はっ、ほら父は生きてるんだぞ。おい、何やってんだよ親父。そのやつらほっといてさっさと。うわ、なんだこいつ。あ、彼のことは気にしないでください無理ないかなそれ。気になるよ。喋るクマだぜ。いや、すげえ気になるんだけど。ねえ、ヒロシね。クソ、なんてことだ。あの子の言ってたことは全部本当だったのか。普通信じれないよね。うん、伊藤さんはね、悪くないと思う。普通は信じれないよ。クマが喋るとか、ぬいぐるみがね。それなのに私は、あの子の話を信じてやれず、逆に追い詰めてしまった。私はなんてことを。おい、反省会は後でやってくんないか。今はそれどころじゃねえんだぞ。実は橋が落ちてしまったんです。先に進めなくて困ってるんです。何か崖を渡る方法はありませんか。それなら少し遠回りになりますが、崖を迂回する道があります。我々が先導しますので、ついてください。いや、それよりも橋になってほしいな、橋に。2人で。え、いいんですか。娘さんの危機的状況については、我々にも責任があります。だから、どうか協力させてください。わかりました。よろしくお願いします。ちょっと待った、親父。読み間違いはね。シャーセン。謝ることすらできないのか、俺は。うん？うかつじゃない。うかいなんてしてたら、マヨが捕まっちまうぜ。でも、それ以外に方法が。あるだろ、一つだけ。俺を向こう側に放り投げてくれ。マジか。わかった。これで思いっきり暴投して、崖下に落ちたら、美味しい。マスパー全部終わったら、寿司屋に行こうな。親父、それでもしや回らない。回転寿司で我慢してくれ。そこは回らないだろう。そこは回らないだろう。では我々も行きましょう。はい。親父。あんだけ男気見せたのにね。あんだけ男気を見せたのに。モビー君と写真撮影をしよう。あ、みんなこれキャプっていいよ、この画面。キャプっていいよ。あ、セーブしとこう。うん、まあ、やるよね。まあ、やるよね。マヨちゃん余裕だな。マヨちゃん余裕だな、すごい。メンタルがね、違う。そこら辺の女子とはね、メンタルが違う。すごいな。お、モビアック牧場。こん中入るんだろうな。絶対。いや、でもどうだろうな。まあ、とりあえず入ってみようか。開かないかな。えい。鍵か、やっぱり。で、鍵を手に入れてから入る感じか。絶対入るよね。ここまで来たら。駐車場だわ。4つしかないよ。あ、下にもあったわ。こっちかい？どうしよう、門が閉まってる。どこか別の逃げ道を探さないと。今日もね、安定の神々で読めない。ダメだな。すごいね、村がある。あ、なんか落ちてるよ。紙切れが落ちてる。あ、立て付けが悪いため、搬入口は使用禁止。もう入れと言ってるようなもんだよね。搬入口ってどこだ？搬入口ってどこだ？え、あ、ん？正面入り口、搬入口。搬入口から入れと。すごいな。ものすごい指示が来たぞ。搬入口が怪しいぞ。ここかい？ん？あれ？搬入口ってどこ？あ、え？下ってこと？え、待って。え、これってどこだ？地図が読めない人になってる。地図が読めないおじさんになってる。搬入口でしょ？搬入。今のところ？え？今のところなの？もしかして、斜めに。あ、普通に行けたんだ。普通に行けただと。たまげたな。あれに気づかないなんて、ザルもいいとこじゃないか。たまげたな。あ、よく見るとトラックの後ろに扉がある。この扉少しガタついてる。強く押せば開くかも。扉を強く押しますか？はい。はい。出たよ、まゆちゃんの力技。この子のオラオラ力は半端ないからな。うん。気になる方は、全然パートぐらいを参照です。オラ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 ！やばいから。あ、アイテム全部なくなってる。ハンマーが、私のハンマーが、私のジョーロがなくなってる。これなんだ？ロックされてる。これなんだ？
一見モビアックは気持ち悪い外見をしていますが、実はとても穏やかな性格をしているんですよ。どうです？モビアックに対する意識変わりました？この一文だけでは何とも、本人に会ってみないと、実際のところ会ってみないとわからないです。館内は全館禁煙です。館内での写真撮影はお控えください。お弁当や飲み物の持ち込みは厳禁です。ペットの連れ込みはご遠慮ください。ふむふむ。まあ当たり前の、お、開くんだ。待って、すごいサイバーチックな。ゴミ箱、缶、瓶がある。ペットボトル、燃えないゴミ、燃えるゴミ。細かいな。自動販売機がある。かなり割高な価格設定。まあでも、観光地ってそうだよね、大体。大体全てが高いよね。あるあるだな。ピピ。この部屋はコックでなければ入れません。ピピ。コック専用とかあるんだ。コックになって出直してください。もう、面白いドアだな。コックになって出直せとは。うん、はい。出直します。コックになって。お、モビアックポテチ450円。高えな。売れてんのか、これ。モビアックサブレ800円。まあ、でもそんなもんか、でも。モビアックまんじゅう。蒸しまんじゅうってことだよな。ストラップやキーホルダー。文房具などが並んでいる。文房具など。ぬいぐるみがある。モビアックン。モビアックンなのかな、わかんないけど。ゴミ箱がある。冷蔵庫。モビアック牧場のパンフレット。スタンプラリー用。スタンプラリーとかありそうだな。ご当地。モビアック八つ橋。モビアック八つ橋。何でも作ればいいと思ってるだろう、もう。モビアックケーキ。高えな。モビアック牛乳プリン。1500円。もうそれモビアックである必要あるのかな。モビアックジャム。うわぁ。モビアックジャムってあれだよね。虫をすりつぶした液体ってことだよね。もう途端に食欲なくなるわ、こんな。モビアックジュース。絞ったのか、虫を。自家絞りかな。モビアックジュース300円か。レジがある。レジがあるってことはお金があるんじゃない？モビアックの肉。並べとくなよ。美味しいのかな、でも。虫だよね、でも。肉厚な虫。ちょっと想像つかないな。で、コックにならなきゃいけないんで、ちょっと何言ってるか分かんないと思うけど、これね、事実なんですよね。私、コックにならないといけない気がするの。開けとく？玄関。開けることはできない。どこでコックになれるんだ？ピピ。この部屋は事務員でなければ入れません。ピピ。事務員になって出直してください。なんなの？テクマクマヤコンしろってことなの？どういうことだよ。素敵な事務員さんになりたいよ、俺だって。どうすればいいんだよ。どう認識するんだよ。事務員とかコックとかさ。何？シルエット？どういうシステムなんだよ。このトイレは従業員も利用することがあります。なるほど。まあ、とりあえず全部開けていこう。うん、なんもないか。全部開いてる様ってなんかシュールだな、すごい。こっちか。なぜか水が出ない。止められてるんじゃないの？女の子はこんなとこ入っちゃダメですよ。ダメですよ。え、どこ行くんだ？あれ、全部行かなかったもん。全部行かなかった？え？これ誰が置いたの？モビアック？誰だ？木箱の中に衣装が入っている。着替えますか？はい。待って！え？学生服初期状態。白衣。メイド服。サンタクロース。水着。浴衣。バレリーナ。チアガール。マジかよ！よし、もうとりあえず全部試そう。まずチアガール。チアガール。かわいい！常にこのポーズなんだ。余裕だな、すごい。すごいな。こいつ、すごいな、このゲーム。すごいぞ。こんなことできるの？マジで？バレリーナ。かわいい。かわいい。白鳥の湖踊りそう。ファー、ファ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 ー、みたいな。やりそうだよ。飛びそう。すごい。